竹内茂春は日本の食品サンプル職人である。愛知県日清市で食品サンプル製造会社、食品模型のアイディアを経営。都から観光大使にも任命されている。鹿児島県生まれ。中学卒業後は鉄工所で働いていたが退職し、18歳の時に食品サンプル製造会社に就職。その後技術を習得し、20代後半で独立。 夫人と結婚。竹内が考案したフォークを宙に浮かせたスパゲティの食品サンプルの一例。1972年に針金などを用いることにより、フォークを宙に浮かせたスパゲティの食品サンプルを考案した。当初、飲食店の反応は芳しくなかったものの、客からは好評を博し、このサンプルを使用した飲食店の売り上げ像に大きく貢献した。 1973年に現在経営する会社、食品模型のアイディアを設立。2013年現在も自身の手で食品サンプルを製造している。また、児童を対象とした食品サンプル製作体験会も開催している。サンプルの土台に鏡を用い、目の錯覚を利用して鏡に食品サンプルを貼り付けることで、あたかも食品が 中に浮いているかのように表現する点に特色がある。芸術品としての評価も受けており、竹内が経営する会社が所在する日清市では、竹内が制作した食品サンプルを2016年度のふるさと納税の返礼品に採用した。ありがとうございます。